ジンフィズはジンベースのカクテルの一種である。ジンフィズは1888年ニューオーリンズのインペリアルキャビネットサロンのオーナーであるヘンリー・ラモスが初めて作ったとされている。1888年にレモンスカッシュにジンを加えたカクテルをラモスはジンフィズの名称で販売した。フィズとはソーダ水の泡のはじけるシュという音を表す基音語である。 スピリッツやリキュールに甘み、酸味を加えてシェイクし、ソーダ水で割った飲み物をフィズといい、ウイスキーフィズ、ブランデーフィズ、カカオフィズ、バイオレットフィズなどがある。同時期にイギリスで創作されたトム・コリンズはジンフィズと同じ材料を使い、作り方も同じ。使用するグラスがジンフィズがタンブラーであるのに対し、トム・コリンズはコリンズグラスを用いる。このため、 兄弟カクテルと呼ばれることもある。ジンをベースとしたフィズというスタイルのカクテルは他にもあり、名前を挙げればキリがないのだが、ここではいくつかレシピを紹介する。ありがとうございます。